どうも、内山美恵です。私、一芸が大好きで、いろんなところにすごい移動してやるゲームが大好きなんですけど、今回はこちら、妖怪ウォッチのね、ワールドっていうアプリが今日からリリースになって、これもなんかリアル一芸っぽいので早速やっていこうと思います。よかったら一緒にダウンロードしながら遊んでいけたらいいなって思うので、興味ある方ね、ぜひぜひダウンロードしてみて、これから一緒に遊びましょう。じゃあ早速、常に許可か、 OK、 やっていきたいと思います。さあどんな感じなんだろうね、楽しみだぜ。一芸一芸、はい、バンバカバーン。お、なんかおめでとうって言われた。所有者なんですね。はい、ウィスパーさん、はじめまして、どもども。はい、早速妖怪ウォッチで周りをサーチしてみましょう。方位磁石をまず押しますね。これはどこだ、日本銀行とか書いてあるから東京かな。チュートリアルだね。このハテナのやつが妖怪なんだね。でタップしたら妖怪が出てきたら、レンズの中央に妖怪を捉え続ける。どういうこと、やってみよう。じゃあまずこの紫マークのハテナを押してみたいと思います。はい、おお、来た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 、あ、ジバニャン出てきた。で、この画面をこうやって合わせるってことだね、ジバニャンに。なるほどね、こうやって合わせるとこうやって出てきた妖怪を捕まえられるってわけか。あー、なるほどね。じゃあ人がいっぱいいるところとか、まあ映しちゃいけないところでは気をつけてくださいってことだね。ハロー、妖怪ウォッチワールド。どうもヒカキンです。今回は、妖怪ウォッチワールドのバトルで遊んでいきたいと思います。ヒカキンさんだと言っても、基本はオートバトルです。手前にいるのが自分の妖怪、ね、奥にいるのが敵のメンバー、はい、見ての通り、それぞれ勝手に攻撃、妖術、取り付くといった行動で戦ってくれます。ま、たまにサボるんだけどね。で、敵側の妖怪を全部倒せば勝ちです。味方を信じて見守っていきましょう。あと忘れちゃいけないのが妖気ゲージ。ゲージが満タンになったら妖怪をタップして必殺技を発動させましょう。一気に逆転できたりもするので忘れずに。味方の妖怪が気絶状態になると敵の攻撃が直接プレイヤーに来ちゃいます。味方の妖怪が全滅してしまったり、プレイヤーの HP がゼロになってしまうと敗北になってしまうので、注意しながら勝利を目指しましょう。以上を踏まえてバトル頑張ってください。はい、ありがとうございます。バーイ、 ありがとうございます。いかがです？うん、必殺技だけ打って、あとは見守るスタイル。 OK、 わかりやすいバトル。あ、じゃあもう早速、何、これで戦い始めるんだね。扉が開いたぜ。ぐにゃぐにゃスタイル、 めっちゃぐにゃぐにゃしてるスタイル。バトルスタート。もうなんだこのクリスタルの美しいではないか。これ何、早送りボタン。おお、早い早い早い。めっちゃルンルンしてる。あ、風がすごい気持ちいい、ここ今。ルンルンして頑張って戦って。お、倒した、勝利、やったね。かわいいじゃないか、クリスタルジバニャンたち。今はチュートリアルだからゼロなんだね。終わったよ。バトル勝つと、もう一本、もう一本じゃない、あ、もう一本来た。ハロー、妖怪ウォッチワールド。どうもヒカキンです。今度はバトルの応用編を解説していきます。バトルの応用編なんてあるの？バトル中、ドラッグで妖怪の位置を入れ替えることができます。敵妖怪の前に相性のいい妖怪を持ってくることが重要だったりします。前と前で相性が決まるんだね。ただ移動するにはこの気力ゲージを使うので、うまく使いこなしましょう。敵に取り憑かれてしまうと
攻撃力がダウンしたり、一定時間行動できないといった悪い効果がついてしまいます。その場合は一旦後ろに下げてタップして悪い効果をお払いしましょう。あ、お払いスペースがあるね。後ろに下げている間はバトルに参加してない扱いになってしまうので、はいはい、お払いはお早めに。戦う人は前だけってことだね。そして次はバトル中のかなり奥の手、うん、妖魂注入。全員妖怪をタッチしてホールドするとタッチホールド、パワーアップ。最大値の10まで注入すると超強くなります。やってみないと覚えられんわ。ここは状況を見てうまく使っていきましょう。わかりました。それでは引き続き妖怪ウォッチワールドを楽しんでください。オッケー、バーイバーイ。あ、どうもどうもありがとうございました。ヒカキンさんがお届けしました。びっくりだな、2回も出てきてくれるんだ。同じ、え、妖怪ウォッチを持っている他の人もサーチすることができるのです。へえ。じゃあリアルな、あ、この人妖怪ウォッチの人だみたいな感じで分かるってことかな。あ、人が出てきたよ。これタップするのかな。出たね。ひょーい、ひょーいさせれるんだね。へえ。憑依させて遠くに連れてってもらうんだ。で、連れてってもらったら妖怪の木を植えると。いや、知らんよ。とりあえず置いといて憑依のやり方を教えてくれるんですね。妖怪ホルダーに入っている妖怪をサーチで見つけた人にこれで憑依させるんですね。了解。あ、勝手につけれないで承認してくれたら晴れて憑依成功なんですね。成立か。なるほど。あ、え、だったら私にめっちゃあれだよ、取り憑かれた方がいいよ。取り憑いたもらった方がいいよ。めっちゃだって車で移動するしさ、移動距離半端ないから、うん、めっちゃいいと思う。そうなんだ。あ、取り憑き続けることはできないんですね。制限時間が決まってるのね。なるほど。地方土産大好きなんですけど、お土産、地方土産大好きよ。妖怪メダルから変更。新しい妖怪と友達になったら入れ替えてみてくださいね。了解です。あ、さて次はいよいよ、なんかこれ最後っぽい説明ですね。よし、ラストチュートリアル頑張ります。連れて行った先に木を植える。うん、妖怪を使って買うんや。玉を手に入れるんだね。あー、なるほどなるほど。人玉集めるとレベルアップ、をプレゼントしてくれるって。あざーし。何ミジンコって。ミジッコってなんすか。ガシャガシャが弾けるようになったんだ。チュートリアル終わったね。これで来た、やっと遊べるね。ん、あ、そっか、名前聞かれてないじゃん。私の名前は内山美恵でいきます。他のユーザーから見えるんだね。じゃあ会える日が来るかもしれませんね。呼ばれ方なしでいいよ、呼び捨てでお願いします。どれ、どれでもいいんだけど、一応はこうなんか似てる感じの方がいいのかな。似てる、どれ、まあいいや、とりあえずこれにして、なんかそれじゃないよ違うよとか、あ、これでいいねっていうのはコメントで教えてください。気分でまた変えるかもしれないしね。ガシャ弾けるってさ、こっからガシャ弾けるんだね。はい、じゃあ今日はねガシャまで弾いて終わっていこうと思います。10回、いいじゃんいいじゃん。出血大サービス。さあガシャ回していこう。 S ランクが一番いいんだよね多分。これ S って出てるってことは、何が出るかな、何が出るかな。 S ランク欲しいね。でもそんな簡単出ないんかな。1匹目 B です。はい、これ妖怪って1匹とかであってんのか、2体とか3体みたいな。はい、2匹目 B ランク。さあ3匹目どう。うん、 B だね。はい、4匹目
A ランクでもいいよ、 A でもいいんだよ。おー、 A きたー。5匹目 A ランクだったね今の。 A が1個か、 B か。6匹目、あれ6で合ってる、今6までいったちょっと忘れちゃった。あ、かわいいね。で、かわいいねとかじゃない、強いのが欲しいんです私は。7匹目、お、一緒だね、一緒とかあるんだ。8、頼むで。しかし B ランクやん。あと2匹、9匹目、どうや。 A、 今 A が2体だね。 S 欲しい、 S がいいな。ラストどう、じゃん、 A が3体だ。微妙だったね。あ、引き直すとかできるんだ。 OK、 わかりました。私この後 S ランクが出るまでちょっとひたすら引き直していきたいと思います。次の動画でね、じゃあ何のキャラクターでいくのかご紹介したいと思います。よかったら今日リリースになって、でみんなもどんな妖怪が出たよとかって一緒にできたら一番いいなって思うので、スマートフォン持ってる人はぜひぜひ一緒にやってみてはいかがでしょうか。はい、この動画がよかったらグッドボタンとまだの方はチャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。よかったらね、関連とか再生リストとか他の動画見ていただけると嬉しいです。気になるものがあれば。はい、本日も貴重なお時間ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。